前回のドズクラ、遊びに来るゲストのためにトラップを作るドズボン、焼き鳥でおびき寄せて発動するというガバガバトラップが完成した。どうもドロゼルです。そしてボンジュール、ボンジュールだったもです。どうもです。ということで本日もこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、はい、もうねこの素敵な家と素敵なテラス、うん、すごいこのね気持ちのいいこの日光浴しようと思ったら大雨ね。大雨ですよこれ。雷鳴ってるよボンさん、どういうことこれ、本日はですね、はい、ドズボンワールドではなく、こちらカズさんの、ワールドに遊びに来ております。よろしくお願いします。カズワールドにね、我々ドズポン村をいただいたわけなんですけれども、ドズポンなのかね。えずっとポンポン呼ぶんすよ。ドズポン島ですよ。ドズポン島なんです。はい、ドズポン。なんかカズさんに文句ないです。ないです。すごい雷鳴ってんな。すごいです、ね、嵐じゃん。嵐になってます。で、あのカズさん遊びに来てくれた時に、はい、僕たちの村にねちょっとあのいろいろやってくれたみたいで、ここにメッセージがね刺さってるんですよ。出た、メッセージ付き、メッセージ付きトライデント。ちょっとこれ見てみます。グングニルですね。グングニル見ます。あ、動物増やしておきましたってメッセージで、ほら動物増やしておきましたってカズさんからメッセージいただいてて、でめっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。ほらパンダがねめっちゃ増えてるんですよ。すげえパンダ増えてる。そうすごいさ、こう動物好きって思われたじゃないですか。確かに。でも今動画撮る前にボンさん、あのパンダ殴ってました。違いますよ。ぶつかったんです。殴ったか殴ってないかで言うとどっちなんですか。当たった当たった。その殴ったか殴ってないかというと、どちらかというと、そう、殴った当たっちゃった。カズさんから増やしていただいたパンダを殴りました。これは本当に手が当たっちゃったんです。まあ本当に。うわ、すごい。雷がちょっとえぐい。寝ません。寝れないでしょ。いや雷の日って寝れるんですよ、確か。ほら寝れる。へえ。雷の日は一回寝て、そのやり過ごすっていう方法があるんです。ああまだやばい。あ、でも晴れてきた。お、晴れた。おお、いい感じ。あ、よかった。すごい雷雨でございました。というところで、本日はですね、あのカズさんワールドに遊び来てるんですけど、ちょっとね僕たちの村やっぱ家はできたとはいえまだまだ寂しいんですよね。まあね、家と、うん、なんかポしかないですもんね。あのこれさ、あのびっくりしたのが、はい、あのちょうどカズさんのオープニングで毎回映るところなんです。ドズポン島、多分カズさん内心思ってますよ。あいつらの島の配置間違えたっ毎回映るな。毎回あのポがねチラッと映るんですよ。申し訳ねえな。ポは申し訳ないな。ポじゃ良くないなと思って、今回もうちょっとちゃんとしたあのオブジェみたいなモニュメント、あ、ちゃんとしたやつね。そう、ポじゃないものをちょっと作りたいなとは思ってるんですよね。そもそもだってポってさ、ポンさんのポでしょ。ボンジュールのポね。え、ボンジュールのポ、ボンジュールのポなんですよ。いや、だから僕の要素も欲しいんですよ。あ、なるほどね。ドズポン島だから。確かにドズル要素、はいはい、ドズル要素を今日は作っていきたいなというところで、よろしいかな。僕、あのカズッキーの隣に僕の顔作っていいですか。あの隣行っちゃう。カズッキーの隣にちょっとドズルフェイスを今日作っていければなというところで、はい、じゃあ実際僕たちもね、あの今までいろんなもの作ってきましたけど、うん、割と難しいんですよね、大きい建築物って、ね、しかも空中に作らないといけないというところで、まずじゃあ素材からあのいろいろやっていきますか。いきますか。ね、何色が一つだ。肌色は砂岩でいこうかなと思ってます。なるほど、砂で、はい、砂で、頭の黄色はこのサンゴブロックをちょっと使っていこうかなと思ってます。ほい。サンゴブロック僕たちの村では使ったことないじゃないですか。ないです。今までの未知の素材なんで、うん、サンゴブロックを頭に使って、眉毛は？あ、ちょっとした黄色？ちょっとしたこう、まあ、黒っぽくてもいいけど、昆布ブロックとか。昆布ブロック黒すぎる。黒すぎない。ちょっと黒だな。昆布ブロックなんならあれだな、あの目ですね。あ、なるほどね。そう、ね、目に昆布ブロックで、スイカ眉毛スイカだった。スイカじゃない。ちょっとスイカブロックじゃない。スイカしかないか。スイカでしょ。シルクタッチでスイカじゃちょっとやりますわ。
シルクタッチじゃないとあかんすもんね。そう、あの輪切りのスイカみたいになる、ね、輪切りのスイカになるから、はい、シルクタッチで、じゃあちょっと1、2、3、4、5と OK。 じゃあこれでちょっとあの作っていきますか。いや、これちょっと楽しみですよ。どこに作れます？ポの右下あたり、ポの右下、ちょっとあそこまで高くなくていいんで、ポの右下あたりに作りましょうか。オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあちょっと材料の方準備していきます。じゃあまずボンさん、はい、今回は肌色に砂岩を使うので、この砂岩でいきますね。あ、結構できた。砂とは違うんだ。砂を4つしたやつが砂岩かな。これかな、これが砂岩になってて、おいしょ。どれぐらいいるだろう。そんなでかくないもんな、私の顔。いや、でかいでしょ。顔はでかい。顔でかいでしょ。なんでそんなこと言うの。でかいでしょ、でかい。ひどくないなんか。でかいでしょ。なんか自分ででかくねえもんなって。でかいでしょ。いやいや、これだけあれば大丈夫でしょ。あと、いや、あーじゃないから。あーじゃないから。今回、ポイントサンゴなんですよ、ボンさん。はいはい。サンゴって、僕たち今までゲットしたことないじゃないですか。使ったこともないし。サンゴ実は、そのまま置いちゃうと枯れちゃうんですよ。え、そう。サンゴこのまま置いちゃうと灰色になっちゃう、死んだサンゴになっちゃって、水に置かないといけないんですよね。水の中、水に接してないといけない。接してないといけない。ここだとダメなんですよ、多分。ここだとダメで、ここだったら OK なんですよ。ちょっといくよ。ここに、これだったら黄色のままなんですけど、はいはい、1個無駄にしていい。接してないと、はいはい、1個無駄にしていい。ここだと、うん、あ、いけるわ。あー、死んだ死んだ死んだ。こんな感じで一回死んじゃうと、そんな色になっちゃうの。そうそうそう、死んだ。なんとかなっちゃう。水かけたら治らない。いや、もう治らない、一生治らない、一回死んじゃう。何これ。だって生命の神秘だから、生命の神秘だから。それも一回死、これが一回、そう、一回サンゴ死んじゃうと元に戻りません。名前何なの。え、サンゴ、あ、死んだサンゴになる。死んだサンゴになっちゃう。これでしょ、枯れたサンゴになります。すげえ悲しいな。そう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 、だから枯れたサンゴか。だから今回頭を作るにあたって、はいはい、頭の中に水を入れないといけない。枯らさないように。え、でもそれ以外黄色がないもん、いろいろ考えて。ないね、ちょっとないですね。ないね。いや、だからこのサンゴを枯らさないために、中に水を入れる、オブジェを作っていきましょう。オッケーオッケーオッケー、はい、あとじゃあサンゴを増やすために、このサンゴのね、種みたいなやつがあるんだけど、これを海洋ブロックで育てる必要があるのかな。あ、コップも必要になってくる。その辺じゃダメなの。え、その辺なら OK。 その辺ダメなんじゃない、行ってみる。海洋海と、だって、あ、でも行けそうなんか、境が分かんない、境が。確かに確かに。で、これでコップをすれば、はいはいはい、大きくなるかな。なるでしょ、理論上。理論上なる。理論上なる、なる、コップンは。理論上なる。じゃあ、コップンちょっと用意しましょう。ポンさん、はい、家の一部をこちら、コップン機にいたしました。コップン機すごいでしょ、家に。家が、あ、コップン機になってる感じが。ちょっとここにしか作るあれがなかったんで、はい、家と一体化しました。まあ実用的な家がね、やっぱ一番素晴らしいんで。まあ、そうですけど、はい、コップン機壁にするのやだな。え、本当に？僕結構これ好きですよ、こういう。ちなみに僕たちのドズボンワールドもこんな感じになってます。そうですね、はい、こんな感じですけど、機能的なね、感じで。じゃあコップン機に、はい、何を、一旦昆布を入れまくりましょうか。一旦昆布入れまくる、うん、OK。 よし、無事コップンが出来上がりました。じゃあこのコップンを、うん、サンゴに巻くと、サンゴが成長すると思う。ほんと、まあサンゴ植物だからか。まあね、ボンさんのあれでしょ、ボンさんの理論だと、うん、海にばらまかれちゃうから。そう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 、理論上無理。理論上無理。炎上するよ、ボンさん。理論上って言ってると。嘘、ボンさん、あ、痛い、ちびっこ、お前こう海に戻るか。お前やめろ。危ない。強いんだよな、ちびっこ。強い、ちびっこ強い、ほんとに。いきます、じゃあ。はい、ポン。あれ使えない。やはりか。やはりか。ええ、じゃあどうすれば、どうすればあれになるの。自然ちょっと調べてみますか。はい、ボンさん、どうやら、はい、ちっちゃいサンゴがこれになるわけではないっぽい。なんかこれはもうこれで完成形みたいな。あ、そうなの。サンゴっていう、サンゴの種というか、子供ではないんだ。子供ではなくて違う種類なんだ。このサンゴで、サンゴブロックはサンゴブロックを
捕まえちゃうのがいいっぽいので、あっちの海洋バイオームにめちゃめちゃサンゴやっぱ入ってるんで、うん、あそこから頭の分のサンゴをちょっと取りに行きましょうか。行きましょうか。じゃあモンさん、サンゴをちょっと取ってきて、これが頭の部位になるんですけど、はい、サンゴはさっき言ったようにね、水がないと死んじゃうんですよね。そうなのよね。ちょっと特性的にちょっとここでテストしてみていいですか。あ、なるほどね。ここが頭の部分と仮定して、頭の部分と仮定してこんな感じで作って、水を入れないといけない、バケツが必要だ、バケツが。だからこんな感じで壁に水を与えてあげて、与えながらここにサンゴを置けば死なないという仮説いきますよ。はい、こっち。あ、なるほどね。これで死なないよね、水があれば。そこは死なない。オッケー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 。死んだ死んだ。だから場所によるよ。そうよね、そうよね。例えばその左隣とか。いやでもちょっと実験するの怖い、サンゴ生き物だから。これなら、これならオッケーですね。オッケーですね。いきます。じゃあ理論上これで頭を作ってあげれば、うんうんうん、いけるね。いけますね。頭に、うん、そう、大きなあの湖を。まあでもそんなね、そんな何回も上から眺めるもんじゃないから。よし、じゃあ実際に作っていきますか。これ建築作業が意外と難しいですからね。いや、そうだ、そう。でも前回ちょっと、うん、結構苦労しましたよ。ポ作るだけでも相当苦労したんですけど、今回はでも私自信ありますよ。お、自信あり。トゥ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 と。ああ、できました。これぐらい、もうちょい、まあ、こんなもんか。うん、こんなもんですよね。実際ね、結構見えましたよ。だよね、だよね、うんうん、低くても見えるっていう。あんまり主張しすぎてもね。確かに、ちょっとあれだから売名オッズみたいになっちゃう。そう、よくあの YouTube のチャンネルの、はい、ここ押せばチャンネル登録みたいなのあるじゃないですか。はい、あんぐらいの感覚、伝わりにくさ半端ないんだけど。よく伝わりにくさが尋常じゃなくて、伝わりにくい。動画の右下にあるなと思って、いろんな人の。はい、じゃあそれがね、肌色ですね。え、どういうこと？肌色の部分。なんで今肌色の部分ですね。編集点作ったの。肌色の部分ですね。それがね。あ、僕遠くからね。あ、僕がとやった方がいいのかな、やっぱり。確かにボンさんが作業してた方が。うん、じゃ あと髪の毛のとこまで僕はやりますわ、うん、じゃあ。わかりました。髪の毛が今回肝ですから。うんうん、じゃあ遠くからブズさんが。オッケー。現場監督しとく。うん、そこ一個真ん中右から2番目削ってもいいかも。2番目いきますね、一旦。うん、削って。サガンだから確か、はい、そうね。で、そこに昆布。そこに昆布。はい。あ、いいね。昆布3段。昆布3、縦に3段。縦に3段。はい。2段かな ?3 段長い ?3 段長い気するの。2段でいいや。オッケー、一旦2段で。はい。いいね。で、これをサガンで囲んで。そうそう、サガンで囲んで、で、そこの上はいらない。ここいらない。あ、ここは上がいらないってこと。そうそうそう。ここ、あ、じゃあやりすぎた。いいね。確かに、じゃあお願いします。サガンでね。これちょっと色合いもっといいやつないか。眉毛なんか違うのないかな。ちょっと私も戻ります。え、これ水どっ、いつもさ横に漏れるよ。え、いやずっと、いやもうちゃんと任せてください。これで、まず危ないここに置いて、うん、そこ OK、危ない。乗って。ナイス。ここ軽い。そこはだから、もうしょうがないから、はい、それでいいのよ。正面から見たら同じだから。うん、そういうこと。そう。そこまで触んなきゃ、触っちゃダメ。で、水をまた。いけるとこまで、それ横もいけるよね、多分ね。いや、わかんない。ちょっと無限水流作ります。これで無限水流ができるんで、こうでしょ？自分の顔に無限水流作ってる。自分の頭に無限水流作ってるよ、この人。無限水流だから。こういうこと？そういうことじゃない？これちょっと外から見たらどんな感じ？一回完成させてみますわ。一回、そうね。うん、何事も。朝起きたら、はい、全部枯れてたら休み。不吉なこと言わないでよ、坊さん。持たなくて。不吉なこと言わないでよ、坊さん。持たなくて、やめてください。全部枯れてたら。うわー、よく寝たー。おはようございます。おはようございます。このワールドではね。このワールドではもちろんそうするべきです。もちろん。ちょっと途中経過見ていいですか？どうぞ。
まあ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 ドズルっぽいっちゃドズルっぽいんですよ。なんかザラついてんだよ、ね、なんかザラついてる、なんかザラついてる、遠くから見たらあんなもんだって。あ、実は実際は、うん、実際まあともう1段で、あと1段で完成、これてないですね。いい感じいい感じ、よかった。朝もう灰色の頭になってたら、白髪になってたら嫌だったから。 OK 完成でございます。これでいった。一応ここにも置いてみていい、枯れるか枯れないかやってみていいですか。一応こう水と近いじゃんか、うんうん、角は触れてる、角は触れてる。あー死んじゃうか、やっぱごめん、ここが難しいな。まあでもこれはもうこれで仕方ないか、仕方ない仕方ない。OK、さあこちらでドズルズフェイス完成でございます。なんかなんかなんかな、いや近いんだけど違うよね。違う違うよね。なんか偽キャラみたいになって、だって偽物感が、偽物感がすごい、偽物感やばいっすよね。やばいやばい、ドズレ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 だわこれ。ドズレじゃないっすね。ドズレではない。まあまあでもまあちょ、今ある素材ではこれが精一杯なんで、はい、まあでもね、あのカズキパン、カズキちょっと自分の顔と比べてみなさいよ。ちょっと比べてみますよ。まあでも近い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 。オープニングに映るってプレッシャーがあるんで、そう、あのね、中段版も作れないって言って、いやいや、作ります、これ大きな一物作ります。やめてください、やめてください。天がドブロック、天がドブロック優勝したんで大きな一物ダメだって。一物はダメ、一物はダメなんだけど、なんかもう許されたかんない。まあポでね、えポでさんざんチンポチンポって言われたから。わかんないです。ちょっと ね、あの皆さんこれ作ってほしいっていうのがあったら、あのぜひあのコメントしていただけると、はい、私たちもね今後カズさんワールドに、作るものがいろいろ決まるかなと思います。で、あのカズさんワールドにお邪魔する週に1回ぐらいお邪魔したいなと思っておりますので、はい、ドズボンワールドの、ね、動画毎日1本、そして週に1本このカズワールドにお邪魔するっていう動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひともね今後もマイクラの動画チェックよろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、じゃあ本日の動画はこんな感じで、 あと、はいはい、あとカズさん、これもし邪魔だったらすぐ言ってください。本当にね、秒で秒でもう更地にするします。しますからこの辺全部。あのカズさんに言われたって言わないんで。言わない言わない。ある日突然なくなってる。なくなってる、はい、少しでもイラッと感じたら、ぜひすぐ LINE ください。よろしくお願いします。ということでじゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。次回以外ついについに。ゲストがやってくる。